もう危ない。はい、今回は飯の木曜日なんですが、ちょっといつもと趣向を変えてミスタードーナツの新作さつまいも堂シリーズをデビューしていこうと思います。ちゃんと今日ミスタードーナツって買ってきました。やっぱトレーニングしてる人は芋が好きな人が多いと僕は勝手に思ってるんですが、そんな皆さんのために今回は芋々しいドーナツたちをレビューしていきます。こちらの芋々しいドーナツをと一つずつレビューしていきます。今回の審査基準としては芋々しさですね、まあ、芋っぽさと、まあ、美味しさおかしいか、まあ、甘さとあと見た目、まあ、トータルパッケージもちょっと審査しておこうかなと思いますじゃあちょっといきます。で、まあ、今回普通のポンデリングも買ったんで、それとまあ比較しながら食べていこうと思います。感じですね。これがこのなんかポテトフィリング、なんか上になんかソースみたいなの乗ってるのがさつまいもどスイートポテトで、この紫のやつがかかってるのがさつまいもど紫芋 でこの大学芋っぽいやつがさつまいもど大学芋です。まんま大学芋って感じですね。で、なんこれさつまいもどプレーンっていうの、これがベーシックなやつですね。ベーシックさつまいもどで、さつまいもど、あ、これが違う、さっきのやつがベーシックじゃなくてさつまいもど黒蜜きな粉ですね。なんかもうあんま変わらなくなってますけど、でこっちがベーシックですね。ちょっと見えるかわかんないんですけど、まあなんとなく空気で出してください。これがノーマルポンデリングです。僕もポンデリングが一番好きなんですよ。ミスタードーナツの中でポンデリングしか食べないという感じなんですけど、ちょっとまずこれを1ポンで食べたいと思います。1ポンデっていうのはこの丸々した部分ですね。これを1個を1ポンデということにします。うん、ポンデリングはまあ美味しいですね。まあ王道ですね。じゃあこれからちょっと食べていこうと思います。まずはプレーンからいきましょう。マイモードプレーンからいきます。ちょっと1ポンデ1さつまいもどを食べてみます。うん、うんうん、なんかまあ芋ドーナツ商品説明が、安納芋パウダーを練り込んだほんのり甘いしっとり食感って書いてあるんですけど、まあそうですね、芋パウダーを練り込んだほんのり甘いしっとり食感、そのままですね。まあちょっとレビューがちょっとあれなんですけど、あまあまあですね芋感はちょっとまだ相対的に評価ができないんですけど、まあ芋感は若干あります芋感は5段階中、まあ、とりあえず2としておきます。低いですかね。じゃあ次、さつまいもと紫芋いきます。でもこれの方が多分芋度は高くなると思います。うん、なんかさっきのやつに紫芋のソースがかかってるみたいですね。芋ども刺し上がってはないですね。ちょっと待って、これすごいなんか期待したんですけど、期待値が高すぎたがゆえに、まあ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 ですね。芋度は5段階中 2.5 ぐらいですかね。 2.5 でいきましょう。さっきよりかはちょっと芋度がある感じですね。美味しいです。さっき見た目の評価するの忘れたんですけど、まあ、さつまいもとプレーンが、まあ、見た目の評価5段階中、まあ、ノーマルなんで1です。ノーマルすぎる。芋感もないし、
なんかあんまり美味しそうに見えないんで考えちゃうです。見た目1です。で、このさつま芋の紫芋、ちょっと芋っぽさが上がってるんで見た目3です。芋っぽさは 2.5 です。で、次がさつま芋と大学芋、1ポンで食べます。これに関しては芋度ゼロです。さつま芋度と書いてますけど、まあ、大学芋なんで芋度が芋度が1としておきましょう。そうですね、さつま芋度プレーンよりも芋度が下がって、これも芋度1です。見た目は大学芋っぽくて、まあ、そう、まあ、もう美味しそうには見えますね。大丈夫かこれ。まあまあまあ、芋度がじゃあ1位で、見た目はまあ3としていきましょう。もう忘れそうだなこれ。次がさつま芋とスイートポテトいきましょう。これなんか黄色のソースがかかってるやつですね。ちょっと1ポンドだけ食べたいと思います。1ポンドという単位はね、ちょっとおかしいですけど、だでもさっきより芋度が上がってますね。芋度スイートポテトは芋度が3です。これ3です。ちょっとやっぱ上からかかってる分芋度は増してますね。芋に芋を重ねてるわけですから、やっぱりちょっと上がりますね。で、まあ、見た目もすごくこうなんか期待させる見た目をしてますね。美味しいんじゃないかと錯覚させるような見た目をしています。いやー、そうですね、見た目じゃあ4にしておきましょうか。じゃあ最後、さつま芋と黒蜜きな粉をいきたいと思います。これもうなんかきな粉がしっとりしすぎて見た目に変化がないですね。だからもう見た目はもう1です。わかりました。これは芋度 0.5 です。このきな粉と黒蜜が完全に芋さを打ち消してます。もう芋の風味を感じませんね。黒蜜ときな粉の味しかしないです。で、見た目もなんかちょっと見てわかると思うんですけど、ベーシックと全然見た目が変わらないという、しかもなんかこう湿った感じがして、これはもう1ですね。芋度1、見た目1と。トータルパッケージも相当厳しそうですね、この子は。こんな感じです。はい、大丈夫。で、もうやっぱり最初のポンデリングをもう一回食べたいと思います。結局これが一番美味しいです。結局そうです。これもちもちしてるんですよね。で、さつまいもとシリーズはポンデリングっぽいかと思いきや、全然ポンデリングっぽくなくもちもちもしてないんですよ。なんでこれと相対評価でちょっと言うとちょっと厳しいかなと思うので、トータルパッケージ上に順位を並べてみたいと思います。まずこの黒蜜きな粉が一番下ですね、個人的にですよ。で、さつまいもとプレーンが、まあ大学芋の上ですかね。大学芋が4位ですね。で、まあこんな感じですかね。まあ1位がさつま芋とスイートポテトですね。やっぱ芋感がちょっと強かったんで、その次に強いのがやっぱりこの紫芋。トータルパッケージでもやっぱりこの2つは強かったですね。で、もう正直プレーン以下なのがこの大学芋と黒蜜きな粉って感じです。なんかディスってね。大丈夫本当に。でもさつま芋とプレーンを基本にこういろいろわちゃわちゃしてる感じなんですよ。ソースかけたり、なんかこう
いろいろごまかけたりしてるんですよ。なんでこれがそもそも期待値よりも下回ってしまったので、あでもこれ温めたら美味しいのか、あだまだ、いやあったかさつまいもとはプレーンだけだ。なので、まあ、順番はさつまいもとスイートポテトが、まあ、一番美味しかったです。で2番目がさつまいもと紫芋です。で3番目がプレーン、さつまいもとプレーン。で4番目が大学芋で、6番目違う5番目か5番目が黒蜜きな粉でした。でさつまいもとよりポンデリングの方が、まあ、僕は好きでした。なんだかんだポンデリングが美味しいんですよね。だってこうドーナツ生地に 0.9% さつまいも粉末を使用してますって書いてある。 0.9% よ。誤差、誤差。以上です。ちょっとまあ事故ってしまったんですが、明るいお知らせというか、このベーシックティーの白が結構再販の要望が多くて再販できそうです。まあ、時期はちょっとまだ未定なんですが、とりあえず白は再販します。はい。で今回まあちょっと面白いかなと思ってミスドのこの企画をやったんですが、まあ、次回からはちゃんと作ろうと思います。はい、すいませんでした。おろす。